今回は日産のダットさんです。全塗装に合わせてラジエーターの修理をしました。これは完成品を設置した映像です。というのも、この型式のラジエーターは古い型なので、メーカーでは製造が終了しています。これが前のラジエーターです。ずいぶん劣化してます。今回は全てのパーツを製作していきます。製造していないラジエーターも作れちゃうんですね。すごいです。メーカーは日産、車種はダットさんの 52H。 ラジエーター製作のオールパーツ製作です。製作していきます。ブラケットの製作になります。ブラケットは車体とラジエーターを固定するパーツです。サイズがずれてしまうとボルトが固定できなくなってしまいますので、サイズ合わせは重要です。今回のビルダーさんは河合さんです。グラインダーで成形してます。万力で微妙な凹凸を成形します。これは何をしているのですか？ボルト穴の印をつけています。今回のコアは上タンクがついているタイプです。
そこにホース穴を作ります。ホース穴の大きさ、固定するホースの長さも同じサイズにします。なかなか見れない現場の作業を見れるのは素晴らしいですね。なるほど、ホース穴ができています。今度は何をしているのですか？下タンクには大きさがちょうど合うタンクがないので、既製品を加工して製作します。長さの調整をするのに測定しています。すごい、ぴったりです。サンドブラストをかけてから溶接します。この場合の溶接は、ハンダではなく金炉を使います。耐熱性、耐衝撃性に優れている。金炉は強度があり、融点も700度前後あり、熱にも強く、真鍮の溶接に優れています。ホース口の固定も金炉を使います。
ここからは、ハンダ溶接になります。下タンクを取り付けます。注水口を取り付けます。ブラケットを取り付けます。
塗装前の製品です。塗装後の製品です。この塗装は錆や腐食防止にもなります。純正ラジエーターの生産が終了している車両も現物修理対応可能です。クラシックカーのオーナーさんでラジエーターの不具合がある方はご相談ください。いかがでしたでしょうか。ラジエーターのことでしたらお気軽にお問い合わせください。 LINE アットでも情報配信しています。こちらも見てください。ありがとうございました。